今日も秀急行模型チャンネルをご利用くださいましてありがとうございます。今回は加藤 10-1540 787系アラウンドザ九州の開封動画と加藤 10-320 787系ツバメ交流特急型電車の模型紹介動画をお送りします。よろしくお願いします。どこでもドア切符で九州を訪れ 7%7 を堪能してきました。その様子は別の動画で公開していく予定ですので、またご視聴の方をお願いいたします。それで案の定と言いますか、やっぱりと言いますか、入選させてしまいました加藤10-1540 7%7 系アラウンドザ九州です。かっこいいですよね。九州特急については885一時車カモメ、885二時車アラウンドザ九州、883系ソニックと在籍しておりまして、それから787については1993年に入線した加藤10-320 787系ツバメがいてますので、もう 7% はやめとこうと我慢してたんですけどね、実車見て胸キュンとなりまして、模型を手に入れるパターンとなってしまいました。発売は今年の6月ですので、ちょっと前ということになりますが、今更ながら開封動画をやらせていただきます。また約30年前に入選させました加藤10-320 7%7 系ツバメについても紹介いたします。それでは現代版の方から、加藤10-1540 787系アラウンドザ九州です。こちらのセットは7両セットになります。付属品はご覧の通りです。まずこの黒いパーツは両先頭車の正面と屋根上の手すりになります。この正面の手すりのパーツがあるなんてね、つける前からワクワクしちゃいますね。続いてこちらが屋根上機器 A のパーツになります。アンテナ類になります。この一番左のパーツは使用しません。そして真ん中の細いパーツは列車電話のアンテナ、この右のパーツは列車無線アンテナで両先頭車両に取り付けします。それからもう一つ屋根上機器 B がありまして、こちらも列車無線アンテナで、この左側のパーツを使用します。それからこちらが連結機とスカートになります。模型についている先頭の連結機はダミーですんでね、実際に連結する場合はこちらのパーツと交換します。あとおなじみのドライバーになります。行き先シールも付属されておりまして、私は日輪号を宮崎空港行きにしました。日輪号は6両編成なんですが、ここではね、7両編成すべてを日輪号としております。それでは1両ずつ見ていきましょう。まずは1号車クモロ 787-13 先頭グリーン車で電動車となります。編成内で1両だけのグリーン車ですが、3種類の座席が用意されています。デラックスグリーン、グリーン席、そしてグリーン個室になります。今でもね、 JR 九州の定期特急列車群の中で最高ランクの車両です。こちらサイドは個室の窓が2つ分設けられてあるのでね、車両全体に窓が並んでいますが、こちら逆サイドはちょうどグリーン個室の部分が通路となっておりますので、窓の数が少なく感じます。このようにね、窓のない部分っていうのは中がどうなっているのかなと考えてね、楽しくなりますよね。このモデルの全照灯関係の照明ですが、LED になっているんですが、このようにね、ごつい砲弾型の LED が使用されているので、この先頭のデラックスグリーンの部分が、車内の表現がね、なされていないのがちょっと残念ですね。次は2号車、モハ 786-307号車になります。パンタ付きの電動車になります。1号車のクモロ787とユニットを組んでいます。交流電車らしいね、にぎやかなパンタ周りになっております。外周をね、緑に塗ってパンタに色入れすると引き締まるでしょうね。こちらは逆サイドになります。このドアを挟んで窓のない部分にはバリアフリー対応のトイレ、それからフリースペース、自動販売機コーナーなどが設置されてあります。次は3号車サハ 787-116号車です。中間付随車になります。南福岡車両区では6両編成と7両編成が在籍していまして、6両編成の場合はこのサハ787-100番台が連結されません。
車両の中央部の窓がない部分には荷物置き場が設けてあります。続いて4号車サハ787の213号車、中間付随車になります。このサハ787の200番台はすごい経歴を持っていましてね、鹿児島本線の特別急行ツバメのビッフェ車、サハシ787を普通車化改造した車両です。窓配置もね、独特で、サハシ787時代からあったコンパートメント席とビッフェ部分を普通車に改造した普通席とがあります。この普通席の天井にはビッフェ時代のドーム天井が残されていて、荷物棚がね、設けられてない代わりにシートピッチが大変広くなっています。次は5号車サハ787の10号車です。中間付随車になります。3号車のサハ787、100番台とは基本的に同じ仕様になってますが、こちらのサハにはトイレ、洗面所の設備があります。また、側扉横には簡易車掌台があって、乗務員さんがね、開閉できる小窓が設けてあるのが特徴です。続いて6号車、モハ787の24です。7号車のクモハ786とユニットを組むパンタナ市の中間電動車になります。模型もね、この車両にモーターが搭載されています。ボディだけを見ると、5号車のサハ787、0番台とほぼ同じなんですが、こちらには簡易車掌台はなく、小窓もついておりません。最後の車両が7号車、クモハ786の13号車です。パンタ付きの制御電動車になります。先頭の1号車がとびきり豪華な分、こちらはスタンダードな普通車で、車両中央に荷物置き場があるタイプです。この荷物置き場ね、窓がない部分にアラウンドザ九州のロゴがさりげなく入っているのがセンスいいですよね。クモロ787もそうなんですが、付属パーツの正面とおでこの手すりがいい味出してくれています。ちゃんと手すりがね、別パーツで浮いてくれてますんで、光線の加減によってはその影ができるんですね。当たり前なんですが、こういうところにモデラーは弱いんですよね。いつまでも見てられます。続いて1992年、鹿児島本線に颯爽と登場した頃の 7×7 ツバメをモデル化した加藤十の320です。ブックケースのメモには1993年購入となっていますんでね、27年前に入線させたモデルになります。この頃のカラーは今よりもグレーが淡かったんですが、パッと見た感じ、模型のグレーはさらに白っぽく見えた気がしていました。それは購入した頃から思ってまして、この27年間それをずっと引きずっていたんですが、今回 7×7 アラウンドザ九州と並べてみますと、妙にね、しっくりきています。確かにあの色の表現は難しいと思いますね。それでは1両ずつ見ていきましょう。まずは1号車、クモロ787です。車内の設備では、運転台後ろにトップキャビンが設置されています。テーブルのついた4人ボックスと2人ボックスがあって、走る会議室と呼ばれていました。当時は移動中もね、仕事をバリバリやるっていう感じがね、トレンドやったんで、まあ時代を反映した設備でした。その後ろはオープンキャビンと呼ばれるグリーン席、それから個室のサロンコンパートメントになります。こちら反対側のサイドになるんですが、個室の反対側ちょうどね、通路部の窓のないところに大きくツバメと誇らしげに書かれているのが印象的です。次に2号車モハ786の102号車です。パンタ付きの電動車になります。この車両にはフリースペースなどが設置されておりますので、窓のない部分がね、多くて、ここにもツバメの文字が描かれています。この文字ね、ほんとかっこよくて好きなんですね。このモデルなんですが、古いロットですが、印刷も綺麗で、床下機器なんかもシャープに作り込まれていると思います。カプラーがね、加藤カプラーの出始めた頃やったと思うんで、電車やのにこのカプラーなんやと、今やとそう思ってしまいますよね。次はお待ちかねの車両、サハシ787の2号車です。形式が示すように、食堂車、ここではビュッフェですが、それと普通車、合造の付随車になります。小さな窓が並ぶビュッフェ部分と、ほぼ正方形の窓が並ぶ普通車部分は、
4人コンパートメント席になっております。外観からでも分かるように立席スタイルで軽食や飲み物を取ることができていました。このセットのブックケースに当時のビュッフェのメニューも挟んでおりまして、中を見ますとチャオ、シューマイ、餃子、お弁当などが食べられたみたいですね。あと鶏の唐揚げやソーセージなんかもあって、お酒のあてにも困らなかったみたいです。コンパートメントにはテーブルがありましたのでね、ビュッフェで調達してコンパートメントでパーティーなんかやっていたら、博多西鹿児島間あっという間やったでしょうね。続いて4号車モハ787の4号車です。パンタなしの中間電動車になります。車両中央に窓のない部分がありますが、この部分は荷物置き場になっています。783系の搬出構造が好評だったらしく、この787系では中央に荷物置き場を配置することによって搬出構造のような雰囲気を持たせたのだそうです。次に5号車モハ786の2号車です。パンタ付きの中間電動車で、2号車のモハ786、100番台と同じですが、100番台はクモーロ787とユニットを組んでいるのに対して、この0番台はモハ787とユニットを組みます。当時のツバメは9両編成で運転されていて、9両を組むには別売りのサハ787、100番台とサハ787の増結セットを購入するのですが、予算の都合上、秀急行線では7両編成で、6号車、7号車は繋いでおりません。次は8号車、モハ787の3号車になります。クモハ786とユニットを組むパンタなしの中間電動車です。4号車のね、モハ787の4と同様の車種となります。最後は9号車、クモハ786の2号車になります。普通車パンタ付きの制御電動車になります。この車両にも中央に荷物置き場が設けられてあって、その窓のない部分には小さくツバメと控えめに書かれています。この車両の照明ユニットなんですが、暗いですが、なんと LED が使用されています。この動画を編集するまで気にしたことなかったんですが、絶対に電球やと思い込んでいたんですが、中を開けてみますと LED が使用されていました。27年前、もう LED が使用されていたんですね。しかしあまりにも暗いので何とかしたいです。こちらの模型は購入当時に色差しなど少しいじっていますが、もう随分前のことになりますので、今回の動画での説明は省略させていただきました。またね、やり直したいなと思っていますので、その時のドレスアップ動画を出したいと考えております。この模型ね、久しぶりに走らせましたが、いい走りしてくれました。新旧の 7×7 を紹介してきましたが、動画の方は間もなくエンディングとなります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。秀急行チャンネルではコメントや評価、チャンネル登録をお待ちしております。チャンネル登録は真ん中の丸い枠をタップするだけです。ありがとうございました。